い棒をね、一つ持ってこい。これはこれ。レモンちゃん、長い棒を持ってきた。長い棒。長い木を持ってきた。長い木。ピザとあとはジャガバター、それを作ろうと思うのでちょっと多めにしようかな。これが4パタッツで、これをピザ作って、どれぐらいのか、はい、これで炭は OK です。ピザと同じぐらいの大きさにしてくれる？アルミホイル。はい。切ってやるでホイル。いくよか当時アルミホイル。美味しい、これ美味しいよ。ちょっとこれ美味しかった。美味しかった。当時何で食べないの？待ってよ。同じ大きさだよね。そうだね。じゃあ。俺もやりたいんだけど。ねえ父ちゃん、俺もやりたい。やりたい、やろうね。じゃあまずはこれを順番にやろう。三つあるからピザが。ねえ楽しみ。俺これ座りたいんだけど。ビニールを外してくれる？はい。ビニールそのまま食べたら死ぬよ。そうだね。ダメ。やらんでいいけど。大丈夫、みんなでねできるから。じゃあ最初はキャラメルちゃんがやって、次はミニーちゃんがやろうか。2個目はね、で3個目はたこ焼きくんがやろうか。たこ焼きシーマくんは、え、シーマくんは、シーマくんは、じゃあデプロフ出してくれるってこと。たこ焼きくんでいいわ。そうそう、あ、反対反対。出した、恥ずかしいだよ。オッケー、ありがとう。ジャガバターは単純にこれに包めばいいだけよね。なんかでもバターも一緒に包んだ方がいいかな。のんちゃん好きよね。これバター、うん、後で食べよう。こんな感じにしとこう。バターバター、うん、あ、ええじゃん。ねえ、ええ感じに多分。そうそう、これってこの中にバターをやるの。この中にバターを入れときます。これで包めば、これでバターを包みます。これ何？ジャガバター。ジャガバター、もっとジャガバター好き。で、これをまだ俺これに入れときます。なんか寒い。あと何個かやろうか。もう、もう、あ、そう、あのね、焼き芋が熱いよ、熱いよって言ってるよ。まあ、なんとかなるでしょう。もう完成？これね。まだね。いやかんといけん。これからまだやらんといけんか。うん、まだやらん。こうやってつまむのわかる？うん。両手でやってもいいからね。うん。両手でやってもいいから。うん、そっちに寄せるってこと？うん。これで。ちょっと手目が出るやつもいる。ごめんごめん。ちょっと目が痛くないから。あ、じゃあこっちで取り出すよ。ピザを、ここに乗せるね。うん。寒くない？6時間でいいの？乗せましたから、この上にこの炭を置いていってくれる？この、これをここに？そう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 。で、俺まだかな、俺。まだ炭じゃん。ちゃんもやりたい。これもこんぐらいでいい？うん、それぐらいでいいよ。オッケー、じゃあ座ってまた方が。よし、行きますよ。
オープンするよ。うん、はい。わあ、ちょっと待って、すごいことになってるな。チーズ、すごい美味しそう。ねえ。あ、いけたいけた。よいしょ。どう取ればいい？こっちのカリカリの。カリカリのとこ？はい。乗せて。あ、ありがとう。あ、めんちゃんとか。わ、美味しそう、それ。じゃあ、こっちをちょっと。いただきます。チーズピザ、すごい美味しかったよ。あと2枚あるんやろ？うん、あるよ。いえ。チーズがあともう一つもあって、うん、もう一個が普通のマルゲリータ生地、うん、どうぞ。え、ピザいる？いる？うん、ピザいる？もういらない。ごちそうさまだ、俺は。早くない？よーし、大きいやつするじゃん。ピザいいよね、すぐ焼ける系ね。え、早いね。早い、火力が強いけどね。うん、父ちゃん？ん？これはどうだった？じゃがバター？うん、もうええかね。あ、UFO がある。眠たい？もう眠たいん？早くないか。お茶ください。あ、寒い？じゃあね、父ちゃんがね、いいものあげる。俺も寒い。どうやってやる？そばでやろうか。ソファでやるのがいいからね。ありがとう。ピザバターいいよね。ぷにぷに、これが。美味しい？うん。しまーす。早くジャガバターを。そうじゃね。ちょっと開けてみるよ。うん。熱そうじゃな。ねえ。お、いいんじゃない？わー、これにさらにバター追加。追いバター。ねえ、なんかバター、追いバターちょうだい。バターちょうだい。わかったわかった、ちょっと待って。うん。何？テントで寝たい？ちょっと待って。早いね、えらい。フォークは、あ、これいいね。これ食べてみようかな。うん。じゃあこれで。いただきます。で、あ、そうやって伸ばすってことね。そう。どうですか？おいしい。早くジャムバター。な、なに？ジャムバター。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 分かった、ちょっと待ってみて。ね、ここにあるから早くちょうるー。うん、ガルー、あ、一番欲しい。いや、もう一番欲しい。ね、いいな、父ちゃん。え、なんで？はい、どうぞ。ありがとう。これバター？バターがかかってるよ。焼いたらこんな感じになる。そうよ。なんで？焼いたから。うん？何？一つよかった。じゃがバター食べれるけ？え？食べれる食べれる、そこに落ちたぐらいは。なんか見たこと味がする。ん？見たことある味がする。見たことある味がする？うん。どんな味がする？じゃがいもの味。おお、よう知っとるね。それじゃがいもじゃけね。いかん、じゃがいものチーズかい。じゃがいものバターとお塩。おい、お塩かけずよ。美味しくない。いや、お塩かけには味がせんよ。味を考えてもいいじゃんが。
じゃがバター、父ちゃんもちょっと食べていい？いいよ。美味しい味がする？いいじゃん。生きとってよかった、生きとってよかった味がする。じゃあ生きとってよかった味を父ちゃんも食べてみよう。まだ美味しいね。これお塩かけてもいいよ、食べにかったら。でもお塩かけてほしい。あんたさっきなんて言ってたの？いるの？うん、お塩、はい、お塩かけ。これがもしもコンソメだったら最悪だ。コンソメ、コンソメでも美味しいかもしれない。あ、いいじゃん、うん、美味しいかな。どうかな。これ皮むいた方がいいや。でもお刺身も食べたい。何しようの？よし、じゃあ嵐を呼ぶジャングル。ああ、なんかさ、クリームシンジュの言うこと絶対嵐を呼ぶが来るよね。うん。どうした？あさりちゃん？さらにね、ここにダメ押しのバターをいっちゃいましょう。最後こうほぐしながらいただく感じですね。明太子。わあ、なんか美味しそうにできとるじゃん。明太子いただきます。父ちゃんに聞いてみよう。あ、これ食べる？え、明太子だけ食べてよ。明太子だけ、ちょっと辛いかもしれない。で、俺しんちゃんみたいクレヨンしんちゃん。
つよぶよ。取れとったかもしれん。はい。大丈夫じゃない眠たくなるだろうね、これは。Thank you.